トルハウスの戦いは、フツラン戦争中の1672年6月12日、フランス王国軍とネーデルラント連邦共和国軍の間の戦闘。フランスが勝利した。フツラン戦争直前のオランダでは、フランスの侵攻が予想されていたが、まずは要塞化されたマーストリヒトが包囲されるというのが、大方の予想だった。フランス軍でも、その選択肢が議論されたが、 フランス王ルイ14世は、東からの進攻を選び、ケルン先帝高領を通過して、オランダのライン川沿岸要塞を攻撃しようとした。オランダ軍を率いていたオラニエコーウィーレム3世は、この時、アーネムにいた。フランス軍が、ライン川を渡った場合の影響が討議されると、オランダ軍に従軍していた、フランス人、ジャンバートン・ド・モンバ少将は、先シ者ン,ン,ンツに移動したが数日後に、 そこから離れ、その近くのライン川流域の守備がガラ空きになった。一方、フランス軍はライン川近くのロビトに到着した。6月10日から11日にかけての夜、フランス軍は近くの農民の助力を借りて浅瀬から渡かした。ウィレム3世は、フランス軍がロビトに着いたことを知ると、パウルスウィルツ元水をロビトに派遣して、フランス軍を足止めしようとした。しかし、 ウィルツが12日に到着した時、フランス軍はすでに渡可を終えていた。ウィルツは、騎兵三個大隊を浅瀬に、配置、数百メートル先のトルハウスには、フリジア不評連隊を配置した。フランス軍は騎兵2 0で攻撃、オランダ軍の大砲の格好の的となったが、オランダ軍の大砲はすぐに、フランス軍の大砲に無力化された。やがて、オランダ軍の騎兵がゲ馬。 不評が武器を置いて降伏の意を示したがフランス軍が攻撃を継続したためオランダ軍は再び武器を持って戦ったしかしオランダ軍は再び敗れたフランス軍がトルハウスで溶かしたことでアイセル戦の維持が不可能になりオランダ東部全体がフランス軍の侵攻にさらされたフツラン戦争でのフランス軍の勝利は当時のフランスにおいて ルイ14世最大の勝利とみなされ、まだ建設中であったウェルサイユ宮殿では、ルイ14世がローマ人の乗馬姿でゲルマン人を踏みつぶす像が建造された。戦闘でコゲコ後、ルイ2世が負傷したためトゥレンヌ施策が変わって指揮を取り、彼はフランス軍を二手に分けてそれぞれ内名編とアーネムの進攻に向かわせた。ありがとうございます。